相馬忠種、相馬忠種、遠方元年11月2日は、江戸時代前期の大名。相馬氏、第19代当主、道のく相馬中村藩第3代藩主、土屋敏直の次男。相馬義種の養子氏子,子には、佐田種、正種、娘、娘などがいる。官営14年、カ佐久留里藩2代藩主、土屋敏直の次男として誕生した。 慶安4年3月3日、道のく相馬中村藩二代藩主、相馬義種が病死し、上元年2月8日、義種には死死がなかったため、年直の次男を娘の亀姫としわせることで家督を相続させた。これは江戸幕不老中、松平信綱にも認められて、ここに相馬忠種が誕生した。同年12月28日、十五位した。 長戸守に助任された。ただ種は内政手腕に優れ、明暦2年には、領内で検知を行い、年貢減名や剣役、そして百国につき一両の積立金制度を実施している。漢文8年には、神殿開発を行った。幕府とも密接な関係を持って、名君と言われた。遠方元年10月、相馬中村城において、病に倒れ。 11月2日に死去した。ありがとうございます。